おはようございます。ダクソンです。ここね、三笠市の千人塚史跡公園来ました。2年前ぐらいに一度訪れたことあるんですが、まだね雪が多くて入れなかった記憶がございます。動画にも上げてるんで見てみてください。初めて来ました。なぜ私ダクソンがこちらの三笠市千人塚史跡公園に伺ったかと言いますと、実はですね、昔、明治の初め頃かな、三笠には、三笠って昔一木尻って言ったんだよね。ここに空知周知館、周知館っていうのかな、という牢獄があったんです。でそこでね、囚人が収容っていうかされてたんですけど、習慣っていうのかな、なんだこれ、道路建設とか炭鉱に従事してすごくね酷使されたんです。すごく酷使って変な表現だよね。酷使されたんですよ。で亡くなった方がたくさんいるということで、ここにね慰霊碑かなんかあるはずなんだよな。初めて来たから全く分かりませんね。綺麗な公園という印象があるんですが、これなんだろう、このもっこりした山。まさか鎖塚じゃないかな。北見の方にもありましたよね、鎖塚って。ああ、ちゃんと調べてあるわ。千人塚のね、合葬の日だね。で、明治15年から25年の間で亡くなった囚人1098名の遺骨を集めて合葬、慰霊のために建立した日があるみたいなんだけど、あった。あ、書いてるわ。三笠ジオパークジオサイト、囚人たちが眠る場所、千人塚史跡公園。合葬の墓って書いてます。あ、空知周知館って言うんですね。最も多い時は約3000人の囚人が収容されたんだって。道路建設や石炭の採掘などに従事、労働条件が悪かったんで事故や怪我で亡くなる人も多かった。あ、この辺一帯に埋葬されてたんだ。その965人の遺骨を集めて合葬の墓を作った。その後空知周知館が、周知館でいいんだよな、廃館となる明治34年までに死亡した囚人も追加され、合計1158人がこの墓に埋葬されてます。この墓か。自由投資原利八君の日もあるんだ。この人はあまり知らないな。政治犯か。自由民権運動の政治犯なんだ。なるほど。なんかこれ見てもよくわからないよね。これなんだろう、これ。空って、あ、ここに空知周知館あるんだ。ここ。さっきね、レンガ煙突あったんで、後で行きます。じゃあ探してみましょう。あ、看板のすぐ隣にありました。こちらですね。はい、来ました。三笠市の指定文化財。何だったっけな。空知周知館天国レンガ煙突です。このね、レンガ作りの煙突なんですけど、このレンガ自体、空知周知館で作られたものらしいです。ね、近寄ってみましょう。
幅と周知感で見たときはレンガにね、なんか印がついてたんですよね。それは周知感はないのかな。この煙突の遺構だけが、まあ、ここ三笠市、まあ、昔の一域知りなんですけどに周知管があったということを示している遺構でございます。まあ、私ダクソンの説明よりもここにねきちんと看板があるんで三笠ジオパークだって。刑務所長、天国って刑務所長のことなんだね。初代天国渡辺さんって言うんだ。月形は月形さんだったよね。この付近には明治15年1882年から34年の間、空知周知館、現在の刑務所がありました。ここの天国刑務所長の官舎があったんだって。現在はレンガ煙突のみが残されております。でレンガ煙突ってね、明治15年じゃなくて23年に作られたんだって。高さが8メートル、囚人の手で作られたものとされております。マジか。あ、現在地ここだ。天国官舎に煙突があって、もっとね広大な敷地だったんですね。官舎とかね、まあ獄舎は当然ありますよね。病館もあるんだ。倉庫、交番、染工場、米工場、まあ、教会堂ってよくあるよね。浴場、独居館、文房館、あ、レンガ看板あるわ。レンガ釜場と見張り所、石炭置き場、囚人診療所。これ水場っていうのかな。ありますね。あ、これあるじゃん、図。あとでね三笠の博物館行ってきたいと思うんです。年末囚人数明治15年291、24人には2630人になって、マックスで3000人いたんだ。うわー、なるほど。はい。